『スタンダール作前川健一役』『パルムの創印』その第24回第6章続きから現公爵はこの大使の子息であるが反自由主義者のような態度をとるヘマをやったので2年この方逆境に陥っていたのだ。ナポレオン時代には執よに外国に 滞在していたがために二三百万フランを失いそのくせ欧州の秩序回復後も父の肖像を飾っているのと同じある勲章が得られなかったその勲章を持たないばかりに皇はしおれ返っているのだイタリアでは恋に伴う愛情の点になると二人の愛人間には 心から来る何の障害もなくなるので従ってモスカが小野が愛する夫人に次のようなことを申し出たのも至極率直な気持ちからだった私は二三の計画を申し出たいと思うのですがこれは皆かなりうまく組み立てたものでここ三ヶ月というものはこればかり考えていたのですまず第一。 私が官職を辞してミラノでもフィレンツェでもまたナポリでもどこかあなたの好む土地で善良な市民として暮らすことこの際多少は続こうと思われる太閤からの恩寵とは別に我々は1万5000フランの年金が得られます第2今私が何らかの権勢を持っている国へ あなたが思い切ってやってきて、例えばサッカーの土地でも買い、ポーの流れを見下ろす森の中の美しい家に住むこと。一週間もすれば署名付きの売買契約書をあげます。大公はあなたを宮廷にお召しになりましょう。しかしこの計画には無限の故障が伴います。もちろん宮廷はあなたを歓迎しましょう。 誰も私の前ではその態度を変えるものはありますまい元より太閤妃は不幸を囲っておいでになるので最近あなたに好都合な話を述べておきましたただこの際主な障害を想起していただくとまず太閤が厳格な信者でありご存知の通り私が結婚という宿命を負っていることですそのために 気まずい事情が生じるわけです。「あなたは家父です」「これは性を変えるべき場合には甚だ好都合な肩書きでこれが私の第三番目の主眼をなすものなのです」「我々は毒にも薬にもならない新しい夫を見つけたい」「それはまず非情な老人でなければならない」「いつか私がその人に変わりうる希望を あなたは拒みます前からね。そこで私はこの異常な事務を「サンセベリーナタクシス公爵と取りまとめましたもちろん公爵は未来の公爵夫人たるべき人の名も知らないのですただその女性のおかげで大使にでもなれれば例の父の持っていた勲章を授けられるということだけを知っているのですその勲章を持たないばかりに 聖あもののうちで己が最も不幸な人間だと信じているのですからなお公爵はパリーから衣類やカツラを取り寄せているほどですからまだ朦朧しているというわけでもありませんまして前もって企らんだ肝作を浪するような男ではなおさらありませんただ名誉というものは勲章を所持することにあると真剣に信じ込みむしろ 尾野が財産を恥じているくらいです。一年前にも、その勲章が得たいばかりに、事前病院の建設方を申し出たことがあって、その時は、私もひどく嘲笑したものですが、今度はこちらから結婚話を持ち出しても、決して私を嘲笑しようとはしませんでした。この結婚について、私は第一条件として、公爵が決してパルムに、 足を踏み入れないということを申し出ましたでもそんなことずいぶん不道徳なことだと思物になりませんいや我が宮廷に限らずどの宮廷に行われることも決して不道徳なことじゃありません絶対権というものは民衆の目の前にすべてを神聖化する何か好都合なものを持っているもので誰も気づかないところに 何の害がありましょう我々の政策はここ10年間は過激派を恐れることにありそうですしかもその恐怖たるやです毎年我々は93年の前夜のような思いをしていることでしょうそれについては私が歓迎会でやる演説を聞いてください実に立派なものですからねそうした恐怖心を幾分でも和らげうることなら 貴族とと家のの目ににはいかなるることも極めて道徳的に見えるのですしかもパルムでは貴族か信者でない者は全て皆監獄にいるかそれともそこに入ろうと徒党を組んでいるという始末です。この結婚が私の国の連中にキ異な房を抱かせるのはまあ私の失墜する日が来てからのことだと考えてください。 かかる処置をとってもこれは誰をも欺瞞しているわけではなくこの孔明な点こそ最も重要なことだと私は思う大公はこの人の恩長があればこそ私は感触を報じているわけですがこの話に同意するにあたってただ一つの条件を申し出られただけでしたそれは未来の公爵夫人たるべき女性が 貴族ののででななければならんというのです私は去年1年で職務上の地位から10万7千フラン得ましたが全収入は12万2千フランになっているはずですそのうち2万フランはリオンへ投資しましたで次のいずれかを選んでください第112万フランを費用として豪者な生活をパルムに送るか これはパルムだとと少なくももミララノの40万フランにも相当しましまょう。ただしこの生活を選ぶためには間に合わせの男で「あなたはただ祭壇で一度会うだけ」と言った男と結婚しその姓を名乗らねばならない。第二それともフィレンツェかナポリで1万5,000フランのつましい市民生活を送るかです。ここんなことを申し出るのは ミラノの人々が、あまりにあなたを称賛しすぎたというご意見に賛成だったからです。そこでは、我々は嫉妬に苦しめられ、ついには不愉快な思いをしなければならないような羽目になりましょう。反対に、パルムでの豪奢な生活は、ユージェン・ウッの宮廷生活を目にしてこられたあなたにさえ、何か新しいニュアンスをもたらしはしないかという望みがあります。 そうした生活は出入りの差し止められないうちに見ておく方が賢明でしょうからね。と言ったからとて私があなたの考え方に何かの影響を及ぼそうなどというふうにとってはいけません。ただ私に関する限りはすでに選定が決まっているのです。ただ一人きりでそんな後者な生活を続けるよりはいっそあなたと共に誤解の生活をする方がはるかに好もしいとね。 その後二人の愛人間ではこの異常な結婚の可能性遺憾が論議された伯爵夫人はスカラザの舞踏会でサンセベリーナタクシス公爵を見大変見栄えのする人だと思っていたモスカは二人が最後に話し合った時その申し出を次のように要約した「もし我々が陽気な余生を過ごし 時ならずして追い込みたくないならば、いよいよ決心を固めねばなりません。大公も再化されました。サンセベリーナは、いずれかといえば善良な人物です。パルムにおける最も豪壮な邸宅を構え、無縁の財産を持っています。68歳で、例の大勲章影響的な熱情を抱いているのですが、 重大な汚点があるるために一生の傷を負うているのですそれは彼が昔カノーバの柵になるナポレオンの「半身像」を一万フランで買ったこと第二の罪剖というのはこれはあなたでも言って助けておやりにならないと彼を殺してしまうかもしれないのですがこうはフェランテ・パルラというパルムのバカなやつではありますが。 幾分才能を持った男に25ナポレオン貸してやったというのですこの男は後にある事件のために死刑の宣告を受けましたが幸せなやつで欠席裁判のままだったのですこのフェランテという男は今までに200ほどの詩を書いていますがそれは何人の作にも似ない独自なものでいずれお聞かせしましょうが ななともも並びかねない立派なものですさて大公はサンセベリーナを宮廷に派遣され出発の日にあなたと結婚し彼はその不妊をもって大使の職と呼ぶでしょうが不妊後二年目には例の「それなしには生きていられない」という勲章を授けられましょう。まずあなたは皇爵のうちに そう不愉快でもない兄を見いだされるというわけで彼は私の希望通りの書類に前もって全部署名しました。もとよりあなたは全然お会いにならないかそれとも気が向けば時にはお会いになってもいいわけです。彼にしてみれば私生官だった祖父の話とかいわゆる自由主義云々で困らされているパルムへなど顔出しをしないというのは 願ったりかなったたりりというわけです我が死刑執行人のラッシーは彼が詩人フェランテ・パルラの仲介によって密かに立憲新聞の購読者になっていたと主張しこの中傷があったばかりに今度太公のご妻家をウルにつけても長い間重大な障害となっていたのです。物物語語作家が他人から聞いた物語をそのまま 詳細国名に記述しただけで何故にその作家は罪ありとされねばならないか作家にとっては甚だ不幸なことではあるが彼の預かり知らない人物が熱情に誘惑されて深刻な不道徳を犯すに至ったとしてもそれが彼自身の過失であろうかもちろん核のごときことはあらゆる熱情のうち最後に残る唯一の熱情が 虚栄心を満たす手段としての金銭愛となる国ではすでに存在しえないことは真実であるさてここまで述べてきた事件の後三ヶ月もするとサンセベリーナ公爵夫人はよどみなき根性と気品ある最地の明朗性のためにパルムの宮廷を強嘆させていた彼女の邸宅は 中に並びなななき快適なものとなったこれはモスカ博がその主君に訳しておいたことである夫人はこの国の最も高貴な2人の夫人から執政大公ラヌッチオエルネストー4世とその大公人に紹介されて素晴らしい艦隊を受けた夫人は愛する人の運命を支配する太閤を見ることに 激しい好奇心を感じていて、ぜひともその気に入りたいと思っていたが、その点少し成功しすぎたほどだった。拝謁すると、性はすらりと高いが、少々厚ぼったい感じの人だった。髪、口ひげ、豊かな頬ひげなどは、その遊んだ身に美しいブロンドだったが、もしこれを他で見かけたのだったら、その 汗た色から「甘色」などという花肌非線な言葉が思い浮かんだに違いなかった大きな顔の真ん中にはいずれかといえば女のように小さな花があるかとも見えずについているしかしこうした醜さの認められるのは太閤殿下の顔の造作をいちいち詳しく見ていくからのことだとは夫人も気が付いていた全体として見れば 最もあり堅固な性格の人らしい風貌を備えているのだ太閤としての教授や名字する態度には威厳がないわけではないただ度々たびたび相手に尊敬の念を起こさせんとする態度をとるのだその時には我ながら身をもてあぐんで絶えず両足をガクガク動かすとは言ってもエルノシトウ四世は凍徹した 覇気満々たる視線を持ち腕の上げ下げにも気品がありその言葉は節度があると同時に簡潔であった「越見所の大広間にはルイ十四世の全身像をかけフィレンツェ出来のスカリオーラの甚だ華麗なテーブルを備えている」などと前もってモスカから聞いていたがなるほどその模倣ぶりには 胸を打つものがあると思った彼がルイ14世の視線や崇高な言葉を真似ようと努力しているのも明らかだしまたジョセフ2世の格好をしようとスカリオーラのテーブルに寄りかかったりもする太公は自ら夫人に言葉をかけるとすぐに夫人の階級相応の腰掛けにつかせようとして自ら腰を下ろしたこの宮廷では 公爵夫人ーースペイン貴族の夫人のみがお言葉を待たずして腰をかけることになっていて他の夫人たちは大公あるいは大閤妃がお勧すすめくださるまで待っていなければならないのだしかも各階級の相違をはっきりさせるためにこうした天井人は常に注意して公爵以外の夫人たちを座らせる前に少しの間を置くことにしている。 公爵夫人は太公のルイ十四世模倣が時にはあまりにも目につきすぎると思った例えば顔をぐっと仰向けたまま善良そうな微笑を浮かべるといった具合だエルネスト四世はパリーから届く最新流行の鉛尾服を常用としていた「パルムの総員その第二十四回第六章。 途中まで2021年5月20日。